私のこと止めてください。今日も賑やかなランちゃんですね、すーちゃん。すーちゃんはさっき起きたら話してたはずなのよ。アザラシですか？無理だよ。ネコちゃんもたくさんカメラに見える？見えない？見えない？見える？ボーダーです。私は宇宙人。気をつけて。なんちゃん、ママさ今日さ病院行ってきたでしょ、耳が痛くて、そしたらね、三叉神経痛って言われた。だから疲れとかストレスとか良くないからお洗濯物を畳んじゃダメって言われた。なんちゃん畳んでくれる？お料理もしちゃダメって言われた。なんちゃんお料理してくれる？お風呂もね、自分で洗っちゃダメって言われた。なんちゃん洗ってくれる？ママの頭とか洗ってくれる？そこまで？寝ててくださいって言われた。ただ今から寝てくるからお洗濯畳んどいて。だけでいいの？うん。なんで？畳める？うん。やってくれるの？手伝ってくれるって。うん、お洗濯畳んでくれんの？うん。本当に？すーちゃんも？うん。ね、すーちゃん。すーちゃん畳んでくれんの？かわいい。そんなやったよ、かわいい子ちゃん。じゃあお願いしますね。うん。
はい、すーちゃんは入ってるの？すーちゃんやってくれる？すーちゃん、わじゃあお願いしますね。なちゃんとトモ上手だね。なちゃんの新しいお洋服可愛いでしょ。可愛いでしょ。はい。1,2,3,4 5枚やってくれました。一つで7個じゃ。眠くなっちゃったの？ねえ。いいわけ。ありがとね。うん。ありがとよ。私はまだ頑張るんだ。しかもこれも男子ってばっかり。うん。そしたら出来上がり。バイバイ。なんちゃんは先に寝まち。なんちゃんドラえもんと寝るの？うん。おやすみなさい。なんでなんちゃん先に寝なきゃいけないの？なんで？じゃあねえねえより先にってこと。うん。ねえちゅみね。怖かないな。バイバイ。9時まであと20分です。遅いね。ラインはお寿司食べてきた。うん、うん、うん、見えないなんちゃ、見えないなんちゃ。
てしまう。ねえねえ、8時48分間に合いました。門限にね。来るかな来るかな来ない。こと。へへ。綺麗綺麗。なんちゃんのブラザーみたい。何よ。何よ。何よ。間に合ってよかったね。うん。9時に。お寿司食べてきた。そう。これのうちだね。825円。楽しかった。うん。すごい楽しかった。だったね。いや、口角が下がらないよ。いいことだ。何？何よ。こうやってどんどん大人になってしまうのね。ちょっとよずよってこと？そう、そういうこと、うん、ブランコもびしょびしょだったし。ブランコ？うん。椅子も、うん、ちょっと離れてたらすっごいびしょびしょになっちゃって、うん、そうだね。やばーって、ね、なんでここ濡れてるの？よついよ、ね、なっちゃん、今日もドラえもんだね。まっバイバイ、おやすみ、おくりフレンクなっちゃんだけもぐるほほえみかわしてかたりあい、落ち葉を踏んで歩いたな、泣き身の胃腸をあざやかに、ママお腹空いた。ダメ。なんで？お腹空いた。最近すごいね、食欲がね。じゃあ、ちゃんに行ってきまーす。はい。見てくれてありがとう。バイバイ。バイバイ。おやすみねー。おやすみー。